今日はですね、あのまず俺顔を見てしまうかも分かりませんね。ああ、かやらしい人やなと思ってしまうからちょっと演技ができないかも分かりません。いや、先ほど弁当を食べて僕歯磨いたんですよ。するとスタッフが何を考えてんねんって何もない、弁当食べたから歯磨いてんじゃんと言うたんですけど、あ、お久しぶりでございます。本当にどうもどうも。見張りました、なんかこんな感じやの。こんな感じっていうのは一応こんな感じなんだ。もう1年ちょっとやってますけどね、うん。旅行は一人でされるいうことはあるわけですか。結構ありますね。あ、そうですか、うんうん。っていうか私車好きなんで、ああ、車に乗ってよく、うん、お願いします。はーい、あ、鈴風、この番組は台本も打ち合わせもない即興ドラマをお送りしてまいります。そのため辻褄が合わない流れや気持ちの悪い間、さらには互いの腹の探り合いなども見え隠れいたしますが、あらかじめご了承くださいませ。本日の設定はペンションの主人と一人旅の女でございます。スタジオには高原のペンションのテラスを用意いたしました。しかしこれらの状況をどう解釈しどう演じるかは出演者の自由となっております。作ったんですよね、このために。そうなんですよ、すごいでしょ。すごいですよ、それだけで感動。予算ないんですよ、全然深夜の番組ですから、うん、その割には、その割にはそうでしょ、いや本当そんな、いやこれとってこれで1回で潰すんですよ。な、もったいない、もったいないでしょ。だから何も使えないんですよね、これ。もったいない、うん。外へどうします、どうします、入りはどっちがどうしたらいい、私が来るところ、それとも、うん、もチェックインしてもらって、例えば晩ご飯も済んだ、そうそうでしょうね、はい、でテラスで休憩していらっしゃる、休憩してる、はい、鶴瓶さんコーヒー一応中に用意してありますので、コーヒー持ってきます、どうでしょうかみたいな、うん、じゃあ間もなく本番いきます、よろしくお願いします。10秒前、8、7、6、5秒前、4、3。この番組は名古屋で作っています。久しぶりね。本当もうね、キャラやのかな思ってたんですよ。本当、いやもう来たくて来たくてしょうがなかったの。いやいや、僕はもうほんまどないしたんのかな思ってね、うん、あの来てくれて嬉しかったですよ。予約なんかいらんねんからね、あの来てくれたらええねんから、あ、すめ、元気だった、元気、本当どう、お客さんは、やっぱり不景気やからそんなに来えへんけど、今日ももうおけらかなと思ってたら、うん、あの急に来たから、もう今日は別に、でも来週の土曜日ぐらいからはすごい予約入ってるんだけどね、うん、だからびっくりしたよ、その急に、ほんと会いたかったんだもん、ずっといやありがとう、うん、いやもう一人でやってるから別にね、あの何もあの気楽なもんやね、うん、あの全然お客さん芸があっても好きでここへ来たから、うん、あの時の返事聞きたくてちょっと待ってな、俺、あのちょっとだけ向こう片付けてから、ごめん、ちょっと寒なったやろ、これもうまだ寒いねん、これもうこれ5月の終わりや言うのに、ほんなまだ、そうだね、忘れた、もう考えるって言ってたやん、一人やしって、そろそろ俺もって
でも私も今日は覚悟してきた。もう親にも言ったし。せやけど東京で仕事しててその仕事全部捨ててここへ来るなんていうのは、うん、でももうね一歩一歩踏み出さないと。このまんまだったらずっとここに住むんでしょ。だって会えないや。うん、いや僕はここへ来る前は本当に一緒になりたいと思ってたけど、うん、せやけど何が原因。いや、いや、うん、うん、嫌じゃない嫌じゃないって、うん、全然嫌じゃない。すごい嫌だけど、いや、やっぱり仕事を捨てて来れるっていうのにここまで打ち込める僕は好きやけど。だってやることいっぱいあるじゃない。お客さん来たら料理できないけど頑張って教えてもらえるし、あと何お花もいっぱいあるし。だって都会でさ生活してるともう悲惨、もう疲れちゃった。いや今日はだって私一人でしょ泊まってるの。あの、子供が できたんで。え、誰に。え、知らない人。いつ嘘でしょ嘘でしょ。なんでそういうことではっきり言ったら嫌いやとか。なんで？ちょっと待って。なんで嘘って言うかな。なんで嘘なの。だって断るための口実にしか思えない。うん。いいよ引き取ろう。じゃあその子供。いや。私もな。そんな子供できたっていうのは子供だけできたわけないやないか。そんな分かってるわ。今日はいないけど。もう一緒に住んでんの。うん。なんで今日いないの。私が来るからって。違う、そんなん知らなかったから、うん、でも病院からこっちへ帰ってくるのがあと2日で帰ってくる、うん、え、もう生まれたの。まさか違うよね。生まれた生まれてそれでだから2日で帰ってくるんですよ。あの実家へ帰ってはるんですよ。なんでもっと早よ言うてくれへんの。だってさ半年期間あってそうしたら何の連絡もなかったらそら絶対にそんな俺のことなんかそんでこんなとこへ来てくれるとも思ってないやないか。なんでやの。半年あるからちゃんと自分の身辺整理をして親に言ってここに来たんでしょ。ああでも子供できちゃったんだったらまた失恋か。ねえコーヒーじゃなくてお酒がいいね今日は。パッ飲んだらあかんて。もうとにかく今日はあれよ、あの飲まない方がいい。なんでなんでって飲まない方がいいよ。私客だよ。いや客だけど、うん、客やけど俺客やけど。いいやん別に他人やし関係ないやん。同じ一つ屋根の下で寝るねんど。俺は客やいたって前までずっと付き合ってたし同じ部屋鍵閉めとかなあかんで。どんなに私が傷ついてるか分かってんのかな。いやそんなん俺自分に自信ないし。なんでやのって。なんで立つの。なんでもう帰るからじゃあ今日帰るか。安心してるわ。
な。また明日から仕事しよう。じゃあつまんないな。いつもそうや。いつもなんか忘れた頃にプラッと来て実はって言うねん。それが縁やと思ってたから。それが縁か、うん、昔からやん。ずっと付き合いだした頃から何年こんなこと言うてんねん。ええやん。ええやて。確かおれへんと思ったよ。自分がまだ二十歳の頃からそんなことずっと言うてたやん。だってずっと相談してたからしゃあないやん。いや、ただの相談相手やと思ってたし、俺は付き合ったけど、そんなんずっと相談相手やし、そんなん高嶺の花や。まさかそんなんと思ってないし、俺そういうのは自信なかったし。しゃあないな。ま、人間忘れることも必要なんだろうねと言いながら、はあ、変わってるな。変わってないよ。女からのこのこプロポーズしに来るって。あ、もうだって絶対好きだと思ってたし信じてたから、絶対結婚してくれるもんだと思ってたから。はあ、子供か。子供には勝てないわ。いや、好きやけど好きやけど、ほいじゃその間に何だかの、あ、酒飲もう。うん、飲もう。帰るよ。帰る。酒ないの。ないね。酒飲んだら今日暴れてまうわ俺。ああ、あれだよね。あんまりこうさ、こうなんかね、お互いいい年なんだからさ、もうちょっと明るく別れようか。なんかさ、しんみりしちゃう。オッケーです。ほんまにふざけたんだよ。人もて遊びやがってひどい。どうしよう、おかしい。うちのスタッフニヤニヤしとんねん。ほんと？いや、僕が花屋さんを好きやいうのは知ってますからね、うちのスタッフも。それで、いや、俺がプロポーズしてそっち側がダメっていうのは分かるけど、そっちから来るとは思ってないし、そんなんで、さっき俺歯磨いたんですよ。今日のゲスト、鈴鹿さやまやさんでございます。それでは早速見ます。はい。これすぐ見れるっていうのすごいですね。ものすごい性格出るんですよ、これ。どうして？これ心理学者ここ置いて占いもしたいわ。どういう性格なのか。どうぞ。これは全く何も考えてなかったですか？何も考えてない。何も考えてない。いや、ちょっと待ってください。恋人同士とかそんなんじゃなく、ペンションに来た客や思ってたから。僕はそうか。私、男と女っていうタイトル自分でつけてました。まずペンションに来た客イコール男と女。そんなタイトルを持って座ってたの。そう。ダバダバダダバダバダダバ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 ダ。どうぞ。おい。あ、ありがとう。すいません。すいません今ね、ほんと久しぶりね。僕ね、キャラのコーヒーって言ったでしょ、うん、普通お客さんだったらコーヒー入れましたよって言うんやけど、うん、俺もちょっと慣れ慣れしくコーヒーって言うて中間を出してたんですよ、うんうんうん、するともう即慣れ慣れしかったでしょ、うん、久しぶり。俺はここで客になろうか、客として扱おうかなと思ったんです。こっち中途半端になってるんですけど、そっちがものすごい慣れ慣れしかったから、うん、あ、これはっていう感じやったんですよ。あ、なるほど。全くわからないですからね、そっちの男と女とダバダバダバ、ね、ダバダバずっと長いってダバダバダダバダ。どうぞ。元気だった？元気。本当？どう、お客さんは？やっぱり不景気やからそんなに来えへんけど、今日ももうおけらかなと思ってたら、うん、急に来たから、もう今日は別に
でも来週の土曜日ぐらいからはすごい予約入ってるんだけどね。だびっくりしたよ、その急に。ほんと会いたかったんだもん、ずっと。いや、ちょっと顔見て、これごっつ嬉しそうなんじゃん。もう顔変わってるやん。おかしい、ものすごい嬉しそうやん。気楽なもんやね、うん、全然お客さん芸があっても好きでここへ来たから、うん、あの時の返事聞きたくて。これびっくり。最悪やろこれ。カウンターパンチバーン。次の顔俺どんな顔してんだよ。どうぞ。ここへ来たから、うん、あの時の返事聞きたくて。ちょっと待ってな俺。 あのちょっとだけ向こう片付けてな。ちょっと動揺してるよこれね。いっぺん向こうで体勢整えてこないとドライウォーカーっていう感じですよ。これ最悪が座った途端にバーン殴ったやろこれ。いやでもね、あの時の返事聞きたくてっていう言葉が自分からの口から出ると思わなかったの。どうしようかなと思ってたので、コーヒーを持ってきてくれた時にまずありがとうって言って、久しぶりだねって言って握手をしようかなとかいろいろ考えたのね。あのダバダバダバしようかな、まあ、それか抱きつこうかな。すいません、そっちがダバダバダバ知らんねえからこっちは。でももう一つ何ですって。抱きつこうかな。抱きつこうかな。それされてた俺もね、うーってなってね。途中でね、もう番組にならんような顔やってますよ。ドライしようからもうあかんっていう顔後で出てきますわ。どうぞ。もう考えるって言ってたやん。これがね、かわいいね。一人やしって、そろそろ俺もって。でも私も今日は覚悟してきた。ストップ。あのね、この顔で大阪弁で来られるとごっついリアルなんですよ。あ、そうなのか。ほう、ほんでどうしようかな思ってね、うん、俺、いやもうこれ結婚してくれ言うのって絶対言うのおかしいですからね。うん、うん、もうなんか一つもう拒まないと、もう拒まないとって思ってたんですよ。子供が できたんで、ね、誰に。知らない人。一応誰に知らない人。嘘でしょ。なんでそういうことだ。これがすごいよね。嘘でしょ。演技やったらそっちに乗ってくれたらええのに、もう完全に嘘でしょ。ほんで俺いったら嘘です言おうかな思うんだけど、これあんた早かったね。この嘘でしょは、これまた可愛いんですよ。嘘でしょうか、嘘でしょって言うから、嘘ですねって。こんな言いたないけど、ほんまやも子供なんかできてないのよ。できてないけど、うん、設定の中ではできてんねやんか。せやけど崩すことなんてなんぼでもできるからやな。はい、嘘ですとも言えねえけども。それは言いたい心わかるでしょ。子供なんかはいませんよ、それで。で、鈴鹿の前と一緒に暮らしたいし。そうでしょ、暮らしたい気持ちはあんねんけど、ドラマせなあかん自分とね、このペンションに暮らしたげんのはちょっとかわいそう思うし、で、それどないすんのはごっつ困ってないで。嘘でしょ、ないでしょこれ。楽しいね。だってなんで嘘っていうかな、なんで嘘なの。だって断るための口実にしか思えない。てみーこれ。いいよ、引き取ろう、じゃこれはね、この答えがすごいのよ。いや、彼女はもう子供がを産むっていうことは考えてないのよ。あ、この人はね、うん、だから、あ、だったら、まあ、引き取って、まあ、ちょっと火遊びの人の子供、そうそうそう、子供生まれたから、うん、それを引き取って育てようと。だってもう彼女は全てを生産してここに来ちゃったんだもん。ダバダバダ。知らんからそんな。どうぞ。いいよ、引き取ろ、じゃその子供。いや私も、そんな子供できたっていうのは子供だけできたわけやないやないか。そんな分かってるわ。だからこれもこういうのあるよ、揉めた時に。
あるよね、小さい声でそんな分かってるやん。これある、これごっついリアルやで、そんな分かってるやん。これはね、攻撃しないで、あるよ絶対これリアルやで、そんな分かってるやん。今日はいないけど。もう一緒に住んでんの？うん。なんで今日いないの？私が来るからって。違う、そんなん知らなかったから、うん、でも病院からだから生まれたとこやね、帰ってくるのがあと最初ね3ヶ月4ヶ月ぐらいなの。もう生まれたの？まさか違うよね。生まれた。でも見れないのよ顔。生まれて小道具を。それでだから2日で帰ってくる。これはもうこの辺りから顔は見れないわけよ、ほんまに。だって見れないよ、子供いるって言われちゃったら。それで生まれたとこやし、うんうん、自分が傷つかないように何か。ものすごいリアルやな、このリアルだね。これめっちゃリアルですよ。あの捨て取り服から全部ずっと来るのなんて本当にリアルですよね。こんなんどっか恋人同士が隠しカメラでその別れの瞬間見てたこれやもんね。これよ、ほんまにみんな経験ないですか？これですよ、芝居じゃないんですよ、これですよ。公演の夕方8時ぐらいにこれですよ。もう帰るからじゃあ今日。こんなあるよ、これこれやるね。安心してるわ。帰るかないの。ああ、また明日から仕事しよう。じゃあうわー、ブワッサー突き刺さるの。もう帰んのかと。帰ったらあかんねん、ほんまは。帰ってほしないねん。そうだろうね、うん、帰ってほしない。もうこれ聞いたらどうしようかなんでしょう。もうそんなもん、嫁は帰ってこんでいいねん、もう。2日ぐらい泊まっといてくれ。もうからやん、ずーっと付き合いだした頃から。何年こんなこと言うてんねん。いや部屋で確かおれへんと思った。自分はまだ二十歳の。この細かい言葉の攻撃ってすごいな。私かおれへん思ったもん。おれへん思った。こんなんセリフとしてありえないよ。そうですね、きっちり言わないといけないからね、うん、でもほんまは普段はこうなんや、うん、どうぞ。あれだよね、あんまりこうさ、こうなんかね、お互いいい年なんだからさ、もうちょっと明るく別れようか。なんかさ、しんみりしちゃう。 OK です。いいなぁ。面白かったしね。すっごい面白かった。成立してますね、よかった、うん、やってる時ってものすごく困ったけど、うん、うん、これはね、あの小さなセリフの応酬のね。うん、あの映画やったらこれ、うん、もう面白いやろね。うん、面白いかもしれない。恥ずかしい、こんな自分の顔は。それと大阪弁、うん、大阪弁がめっちゃ可愛かったですね。よかった。いやー、これはもうまた来週も来てもらいたい。今度は俺から攻めたいわ。どうも本当ありがとうございました。鈴鹿瀬麻耶さんでございます。どうもありがとうございました。めっちゃ可愛らしかったですよ。本当？めちゃめちゃリアルでしたもん、うん、でも本当に今年また怒られるけど、自分の年言ったら、うんうんうん、私40になるんですよ。そう、この間ね NHK 出てたでしょ。あれずっと見てたんですよ、うん、あのまだ言ってたでしょ、あそこで、うんうん、だからもうちょっとしっかりしなきゃ。全然見えない。